という文字は、人の頭の上から五方向へ光線が発しているという様子が元になっている象形文字です。実際に昔の人は、確かに光を発している人がいるということが見えたので、こういう文字が作られたのでしょう。大勢の庶民の間で共通認識がなければ、文字というものは残らない。例えば、山という象形文字は、誰が見ても確かに山という形に見えるという指示が得られたので、文字として残ったわけです。そして光は、どういう人の頭から発していたのかというと、明るい人。電球も街灯もある現代人にとっては、人の頭から光が発せられるというのは分かりにくいのですが、実は真っ暗闇の中で明るい言葉を発する人と、愚痴や泣き言ばかり言っている人とでは、闇の中で光り方が違うので試してみてください。人間の頭から光が発していることが分かります。実際ににっこり笑ってありがとうと言うと、ぼーっとあたりが明るくなります。その人の体から光が発せられているのです。講演会の会場で電気を消してみんなでありがとうを言うという実験をやってみました。1から2分経つと一人一人が光ってくるのです。実際にそういう現象があります。肯定的な言葉をいつも発している人のそばにいると、いつも温かくなるということが体験的に分かってきます。オーラという言い方をしてもいいのですが、明るい方向性を持っている人は、物理的にも光っているということです。光の文字の元になっているものが人というのはすごいことです。そして光を発している人のことを明るいと呼んだ。古代の人は光を発している人と光を吸収する暗い人とを見分けることができたらしい。陰気なという表現もあるのに、わざわざあの人は暗いという表現があるのは、実際にその人が光を発していなかったということでしょう。嬉しい、楽しい、幸せ、大好き、ありがとう、愛してる、ついてるという肯定的な言葉を口にしている人は、その人がそこにいるだけで光を発する。そしてその光は暗い人を照らす。私の人生は辛くて、悲しくて、嫌いなことばかりで、ということばかり言っている人は暗い。この人は周りの光をどんどん吸着してしまい、傍から見ていると黒いもやの塊が来たように見えるのです。これが人間が光という文字の源となったいきさつです。光とは、人が光ることによって周りの人を照らし、歩いている道を明るく照らしてあげること。光を発していない人の周りには暗い人が集まり、闇に包まれる。光を発している人の周りには明るい人が集まり、明るさを宇宙に投げかけるのです。